ペルセポネーをデーメーテールの元から奪い去るハーデース誘拐婚は男性が求婚する女性に対して誘拐する風習。21世紀においては女性の人権侵害として非難されることが多い。その性質及び実態は地域によって異なる。略奪婚、略奪婚とも言う。古くはローマで起こったとされるサビニの女たちの略奪が挙げられ、 ギリシャ神話のハデスのペルセポネーの誘拐などにもその風習が見られる。古代ヨーロッパでは父親を倒し、娘をさらうほどの屈強な男性がありそうとされていた。中世に入り、モンゴルを中心とした騎馬民族の戦利品、イスラム教の戦利品の一部として美しい女性を妻とする風習が生まれ、ユーラシア大陸にその風俗が根付いた。フランスでは十五世紀から十七世紀の アンシャンレジームを通して、女子代理人との結婚のために誘拐が頻発した。ただしこれは、近世フランスで貴族の財産相続において長男が、相続に有利な仕組みが確立されたが、後継に恵まれなかった場合に女子が、相続人として、加盟と財産を預かることとなり、効率的に財産や所領を増やすことを目的とした、誘拐の被害者になったとされる。 関西学院大学の滝沢里子は1420年に行われたジルドレの婚姻を例に挙げている。誘拐しようとした女性からの激しい抵抗に遭う誘拐婚は暴力的誘拐と呼ばれ、刑罰は強姦相当として、大部分は永久追放と財産募集に加え無法者の落印が押され、ほとんどないが最も重い罰として残死刑が存在した。また誘拐された、 女性側も相続権の放棄と全財産の没収が行われたが、離婚の末家族の元に戻る場合それらは元に戻された。そのため加害者は暴力的誘拐には該当しないケースとするために結婚したという既成事実を盾に正当化しようとした。また自由恋愛から来る結婚は自分たちの身分により、下の身分との婚姻であるメザリアンスが世俗社会にとっては脅威であり、 誘拐婚と自由結婚が同一と扱われるようになった。またこれ以外にも、両親からの同意が結婚では必須とされたため、両親の同意のない結婚は、窓しの誘拐として結婚が無効と扱われたケースが存在する。状況によって貴族はこれらのケースを使い分け、自身の家計の利益につながるよう利用した。エチオピアでは、オロミア州で80%、 南部諸民族州で92%、国全体の平均で69%が誘拐による結婚だという。クルジア北西部では承諾なしの誘拐婚が3割に当たると指摘されている。キルギスなどのアラカ中と呼ばれる風習は村社会の人間関係や特有の価値観、遊牧時代からの歴史などが背景にあるとされている。ネパールには 児童婚の風習がががああり少女が誘拐されるることがある人口の81.5%がヒンドゥー教であるネパールではカースト制度の影響もあり最下層であるダリットの自動婚で頻繁に見られる文化人類学的観点民族学者の柳田邦夫、国は著書にて誘拐婚には以下の3つのケースがあるとしている民族学者の早川光太郎は著書でかつて 日本全国で見られたこの習俗が昭和19年時点でほとんど行われていないものとなっていたと述べている。またその中の例外として同年2月に大崎町の習俗について調べた際に鹿児島地方の夫いを略奪婚として扱っていいものか疑問を呈している。文学的観点法的観点2019年現在婚姻を目的とした誘拐は 結婚目的略取として逮捕される恐れがある。事例平安時代においては、源の義房と剣士内親王、小野宮ねすけ日立城平いつ義、影朗日記における藤原とうなどが具体例として挙げられている。物草太郎で語られる辻取りが文化としてあった。戦国時代においては、徳川秀忠の娘である千姫が大阪城を救った。 坂崎では守ると結婚するはずが、それを良しとしなかったために、本田忠時に誘拐したことにして嫁がせた、千姫事件が挙げられる。柳田は著書にて、折口忍との会話にて登場した坊太について、触れている。坊太は、明治時代の初期まで大阪の傷、難南波今宮にて行われていた。経済的事情によって結婚が難しい場合、 女性が夕方着飾って男性を待ち、男性は黙って女性を連れて行く。この際、坊太、ボー太と大声で言いながら男性の家に向かい、後日仲介を挟んで親子の対面をする。柳川これ以外に九州の長崎や博多の報告があることについても触れている。高知県大豊町では、片愚という言葉で誘拐婚が存在した。 当時家のつながりとしての意味合いが強かったがゆえに、両親の承諾が得られない結婚に対する対抗手段として用いられた。明治時代以降には、当人同士の同意によるものが多かったとされる。この時直接夫側の家に妻となる女性を入れるのではなく、仲介者の家に預けることで加盟に傷がつかず、その後の両親との交渉がうまくいく場合が多かった。 京都府京都市左京区の田中部落では、1928年1月1日、浅田善之助が、あの娘好きや、ぜひ嫁にもらいたいという知人男性の希望で、拉致行為に手を貸し、警察に逮捕された。この時浅田らは、娘が、母親と連れ立って、風呂に行くところを集団で、待ち伏せ、やってきたところを羽織を脱がせて頭からかぶせ、集団で担いで行ったが、 当の娘が暴れて逃げたため未遂に終わったという、長野県の童話地区でも、寝ずれという誘拐婚の習慣があった。1959年に、鹿児島県の大隅半島串良町で発生した、強姦致傷罪の裁判で、弁護士は、被告が、夫嫁女もしくは、おつとり嫁という、官員によって強制的に婚姻に同意させる、監修の存在により法を犯していないと、 認識していたとして、無罪を主張した。しかし、鹿児島地方裁判所は違法性への認識だけが濃いか否かを判別する要素ではなく、また、被告の供述と検察官に対する供述聴書から、被告はその監修の内容が反社会的性質を持つと認識しているとして、弁護士の主張を知りけた。本件は、鹿児島県内のメディアで報じられ、 南日本新聞では日曜特集のシリーズ、希望する話題の中で風習そのものについて調査、掲載された。それによると、おっとい嫁女は第二次世界大戦前までは、鹿児島県の一部地域で残っていたものの、事件発生当時はほぼ失われていたとされる。また、風習自体は本来役立つ根ではなく、家庭の事情や経済的な問題から来る。 合意の上での駆け落ちであったことなどが記されている。また、本件はこの駆け落ちであった風習を歪曲したものだと、する考えも紹介される。この件を通じて、当時の教育委員会の主事現地の青年団長、青年団連絡協議会副会長は改めて、対話を通じて違法性を認識し、この飲酒をなくすことに注力することを語っている。また、 鹿児島毎日新聞では、実刑3年でも軽いこれを許す社会にも、罪と題した人々の事件や判決に対する意見を、まとめた記事を掲載したほか、結婚観に関するコラムを掲載している。本件は、被告人の計画的な会員に関する事実誤認や、被害者の負傷の回復に必要とされた日数と、その根拠が不適切であること、風習の認知度や、 注意の進めもあったことによる違法性の認識の欠如、被告の背景や注意の様子から要刑が重すぎることなどを挙げて控訴され最高裁判所まで争われる。しかし昭和35年5月26日に帰却され3年の実刑となる。英国放送協会は2019年に人権団体のコリアフューチャーイニシアティブで集めた証言として 北朝鮮の女性が違法な手段で中国に移動させられ、売春や現地男性との結婚の共用の被害に遭っていることを報じた。ありがとうございます。